ポンコツ女神の異世界創生6をレビューします。本作ですが異世界ではないです。終了。タイトルに異世界がうんぬんと書いてはいますが異世界要素があまりにも薄く、普通にタイトル詐欺の部類です。一応は異世界要素もちょっとだけあるよ。なのですが、ぶっちゃけ本作が地球における話だとしても何の問題も起こらないというか、むしろそっちの方が整合性が取れて自然になるので話自体にとっては良いというか、まあそんな感じですね。では裏筋から、一つの文明が滅び、その人々が再生の願いと力を込めて聖なる女神を作り出し、再度文明が芽生えた時にその英知を伝えることができるよう未来を託したのだが、女神が目覚めた時には大地はバリバリの氷河期でした。それから40万年経っても一っ子一人見当たらず孤独をこじらせた女神は、性欲やら何やらを持て余す日々をただ過ごしていたのだが、ついに氷河期が明け大地に緑が戻り、出会いを求めて住処の外に出る。すると第一村人発見。彼はネアンデルタール人のようだぞ。彼が傷を負っていたので女神パワーでそれを癒すことにするが、その力を見た彼は身内の重傷者の元に女神を連れて行く。本来死ぬはずの生命体を救うと将来的に何らかの問題が起こるのではと危惧するが、孤独をこじらせ切ったちょろい女神的には泣きつかれると断れないので仕方ないね。本来死に至るはずの傷を癒した女神は原始人ことネアンデルタール人の神となり、ついでに崇拝されることによる優越感と快感にも目覚めてしまいそのまま居つく。さらに傷を癒したネアンデルタール人と交配もして生態系に大きく関わったりもする。だが女神がいるユーラシア大陸は現在人種同士での生存競争の真っ最中であり、アフリカ大陸から移住してきたホモサピエンスイダルプーとの戦争が起こり始めていたのだ。というところで第1話が終了ですね。異世界要素どこ？ここ、普通に地球の話じゃね。っていう。ユーラシア大陸とか言っちゃってるし、まあひよこまんじゅうとかもひよこが原材料ではないけどひよこと言っているわけなので、異世界とタイトルについていても中身が異世界ではないことくらいあるわ。ねえよ。さすがに異世界ではないのに異世界と言ってはいかんでしょ。普通に詐欺商品ぞこれ、中身の面白さで言うとまあ9大点くらいかなとは思いますがタイトル詐欺があっては、それも正当に評価しづらいところがありますね。着眼点としては文明が起こる春改善に、女神が降臨して孤独をこじらせて云々をするというのは逆に新しい気もするので、これ自体は悪くはない気がするんですよね。なのでユーラシア大陸を舞台にせずに、地球とは全く異なる異世界を舞台にしてその上で原始人との交流を行えば、タイトル詐欺にもならないし作品自体のオリジナリティも出ると思うんですよね。特にナロー系異世界だとステータスオープンとかの原理不明の現象があるわけなので、原始人の段階から、世界の真理としてステータスオープンを当然のように使っていて、さらにそれを踏まえての原始狩猟生活とかに女神が突っ込んだり突っ込まなかったりなど、いろいろとできそうではあるんですよね。原始人が石の槍をアイテムとして持って、ステータス画面から装備をせずに狩りをしておいおい武器はちゃんと装備しろよなどと、他の原始人に突っ込まれる異世界原始人あるあるとかもネタ性としてはありですね。考えれば考えるほどにステータスオープンってしこたま頭が悪い概念だなほんと。ステータスオープンがある世界での生物学ってどうなっとるんやろな。図鑑とかを見ると、HP とか MP とかドロップアイテムとかが並んで書かれているんやろな多分。テストだとアンモナイトの HP を答えなさいとか書いているんやろな。草生えますよ。でもまあそっち方面で真面目に考察して一つの作品として作ったのであれば、少なくともオリジナリティは抜群でしょうね。面白いかどうかは別として、というかそれをやると作品として尖りすぎかな。J の者たちは盛大にネタにしそうではあります。さて本作ですけれども、一応は異世界と言える部分もなきにしもあらずで、それはネアンデルタール人とホモサピエンスとの闘争の結果ですね。皆さんご存知の通り、
これは地球の歴史ではネアンデルタール人が生存競争に負けて絶滅するんですね。なので現在残っている人種は全員ホモサピエンスになりますね。厳密には現代人はホモサピエンスサピエンスなんですが、まあそれは言葉狩りなので置いといて、本作では本来絶滅するはずのネアンデルタール人に女神が手を貸し、こっちを生き残らせる系の話であることがなんとなくほのめかされています。なので歴史の if という意味での異世界として見れば、一応は異世界ではあるんですよね。それでも一般的な人々が思い描くところの異世界っていうのは、頭が良さげな方だと魔法だとかドラゴンだとかの要素が入ったもの、頭が悪い方だと、よっしゃあ、ステータスオープンが入ったものなので、それと比較するとさすがに異世界詐欺感はありますね。とりあえず異世界と名前をつけて、初見読者を騙して買わせようという意図が入っている気配は多分に感じられますね。せめてちゃんと読者の想像通りの異世界での原始生活にするか、異世界の表示を消すか、どっちかじゃないと不評は出るだろうなって感じです。本書のレビューにおいても、それについてのことが書かれた上で低評価がつけられている様子なので、さすがにここはケアした方が良かったんじゃないかなって感じです。でも個人的には、異世界成分の有無を加味しなければ割と好きではあるんですよ。いや加味すると普通に嫌いなんですけどね。ポンコツ女神の創世記としてだけ見ると、絵はうまいし、話もそこそこちゃんとしているし、考古学的な見解も入っているし、いわば漫画地球の歴史、みたいな学習漫画的に見ることができて、その点に関してはかなり高品質なんですよ。というか漫画家の人が、ブラックゴッドとかフリージングとかのベテランの人なので画力面ではかなりのものなんですよ。長期連載を何度も経験していますしね。なので漫画作品としての品質は、保証されているし安定もしているんですね。なので単体で見ると好きではあります。異世界として見ると嫌いですけれどね。何度も言いますが嫌いです。で、本作と同じく原始時代で云々ある作品が同時期に発売されていて、創世の大河ってやつですね。これはホーリーランドとか自殺等の作者のやつです。正直なところ、原始時代漫画として見るとこれよりもポンコツ女神の方が好きなんですよ。話のチンポも一巻の時点だと圧倒的ですしね。後で盛り返しはしますが、創世の大河の方は、大学生のグループが原始時代にタイムスリップして、サバイバルしたりホモサピエンス側に加勢したりする話ですね。本作とは逆ですね。この作者は自身の経験を漫画に入れ込むことが魅力なのですが、まだタイムスリップは経験していないようなので経験をしてから書けばもっと良かったですね。あと本作ですけれども後でもう一人の女神が目覚めて戦争をしたりしますが、相変わらず異世界要素は薄いです。そもそもこの女神たちの設定自体が、過去に滅んだ文明の科学力を結集して作り上げた生命体みたいな感じなので、根本的な存在からして異世界さんではないんですよね。地球人さんというか、この女神たちが地球とは別次元に住む神たちが送り込んだ存在であれば、まだ一応異なる次元の世界という意味での異世界があると見ることもできるのですが、なぜかそれすらも丁寧に潰していますからね。なかなかに意図が不明なところです。総評ですが、異世界ではない。学習漫画基準だとまあ高品質。ですかね。学習要素がある漫画とかだとナビゲーターとして神とかマスコットとかがついてくることは、それなりにありますからね。その点で見ても学習漫画感があります。ただ正直文字を読めるのであれば本作よりもホモサピエンス全史の方が有用かなって、学習面で見ても有用とは言い切れないところが悲しゅうございますね。以上です。ほな、また。